こんにちは、おもとの方面です。今日はおもとの種まきについてお話していきたいと思います。まずおもとの種について、そして私たちがどのようにやってるのかっていうのを実際見てもらいながらやっていきたいと思います。はい、ではまずおもとの種についてなんですが、大抵このようにおもと、今ちょうどこれ6月に取ってるんですが、こう実がついて、大体まあ6月ぐらいからこのように実がちょっとずつこう膨らんできて、でこれからまあ7月になると大体こうだいぶパンパンになってきますね。でそこから大体10月11月ぐらいまで緑色の色のままで、実もその7月ぐらいからもうほとんど大きくならずに、で緑色のままの実で過ごしていきます。で11月ぐらいのこう霜に当たり出してくると、この緑がだんだんとこう黄色くなってきまして、で東海地方、私どもの愛知県の岡崎ですと、11月のそうですね、後半ぐらいからこのような真っ赤な色になって、でその僕らですと12月になってからハサミでこう実を取って、でまあ保管しておく、そのような流れになってますね。でそこからは保管しておいたものを大体3月ぐらいにこれを皮をしっかり剥いて苗床に巻きまして、で大体7月ぐらいに6月から7月ぐらいに芽が出てくる、そんなような流れでしょうかね。で今ちょうど7月、6月で、なぜこういうふうに赤い実残してあるかと言いますと、これちょうど方面としてその展示用でこれ赤い実を残していまして、でちょうどこれがあるので、今回はこの種まきについてお話していきたいと思います。はい、ではまずこの赤い実について少し見ていきましょうか。これ定規なんですが、だいたい1つ1.5 センチからこの辺の大きいのですと2センチ弱ぐらいですかね、そのぐらいの種の実の大きさになってます。でこちらは上から見ると、まずこれなんですが、これは去年花芽が来て、で切った後ですね、去年その前か、2年前の種で、これがまあ去年の種、今年の正月が真っ赤だった種ですね。でこれ今年なんですが、今年はうまく交配は成功しなかったみたいですね。全部うまく いかずに青い実になってませんね。でそんなような感じですね。はい、ではこの赤い実をハサミで切っていきます。でこの時になるべくこの元の方で切ってやることが大事ですね。よっと。でこのような形でハサミで切ってみました。こちらを12月に大抵花芽をこういった形で切るんですが、その時はどのように保管しておくか、その3月ぐらいに実をまくんですが、どのように保管しておくかと言いますと、これをこういった封筒に、で私たちですと交配をしてますので、この交配の何と何をかけたかっていうのをこの中に入れて、でこういった形で冷暗所に保存しておきます。で温室なんかある方は温室の端っこでもいいですし、私たちは何ですか、暖房が当たらないような、また外ほど寒くならないような、そんなような場所に置いてます。これこれからこの種をまた種をこれ撒いていくんですが、これ暖房に当たりすぎてしまいますと、こうこの辺はもう取ってるんであれなんですけど、こういった形で腐ってきてしまうんですね、暑すぎると。そうなのであんまり暖房が当たらない方がいい。でまた寒いのはまあまあ大丈夫なんですが、乾燥しすぎますとこれがカリカリになってしまって、で種をまくときになかなかこの皮が取りにくいんですね。そうなんで
湿度なんかは、普通にあって、寒すぎず暑すぎずっていう方がいいと思います。あとは実を取る時なんですが、これ早く取りすぎても発芽率が悪くなるので、しっかり真っ赤になったところで実を取った方が発芽の率はいいと思います。ではこの先ほど取った実をこれから皮を剥いていきたいと思います。こちらなんですが、もしその12月にとって、で3月に播種となりますと、結構皮がもうしっかりと種にひっついてますので、そうですね、1時間とか下手するとその丸1日ぐらい、しっかりと水につけますと、ふやけてきて、実種は取り出しやすいと思います。これで簡単にこういうふうに剥いていきます。でこれですと、2つ種が入ってましたね。でここで、しっかりとやりたいのがこの綿をしっかり、こういったこの綿ですね、これをしっかり取ってやらないと発芽率が本当に悪くなりますので、ここを気をつけてください。この辺なんかもしっかりきれいにしますね。でちなみにお元の何ですか、発芽点なんですが、まずこちら、こういうふうにお元はこちらをへそと言います。こっちをへそと言いまして、でこちらにこの点がちょっと見えると思うんですけど、これが発芽点になりますね。ここから根っこが出て、葉っぱが、芽が出てっていうところになってきます。でこのようにやっていきます。でこれも2つですね。この辺なんかは、そうですね、この辺なんかは1個だけですね、という感じです。はい、このように全ての皮をこう剥きまして、このように種ができました。で品種がたくさんある場合は、こういったラベルを全部1個ずつに入れて、こういった豆腐の容器とか、そういったものをたくさん用意して、でやっていきます。私たちと大抵そうですね、20とか40ぐらいずつで、種類ごとに分けてやっていきます。でこのお元の実なんですが、これ普通はどのように自然界で運ばれるかっていう話をちょっとしたいと思います。普通ですと、この赤い実ですね、この赤い実っていうのは、鳥に12月ぐらいから、鳥の冬の餌として12月から、1月2月ぐらいまでに、お元の実っていうのはよく食べられるんです。でこの実を食べた時に、鳥っていうのは、そう、砂肝っていうはなあのこと聞いたことあると思うんですけど、その砂肝で綿などをしっかりとの取り除かれて、で糞として出されるわけなんですが、これから実をまいていくんですが、これをまいた時のその発芽率っていうのが実はすごい重要でして、100%まいて100%出ることもあれば、1個も出ないっていうこともあるんですね。で発芽率が10%だったとか、90%近いとか、いろいろ話をするんですが、この時に鳥がその砂肝で食べるのと同じように、しっかりとその綿を取ってやる。でかつ、その時にその砂でこう削られたように、ここをちょっとこう少し削ってやる。例えばこういうところでガリガリとこうちょっとやるのもいいですし、本当に細かいサンドペーパーみたいな、ヤスリみたいなものでちょっと削ってやっても、発芽率なんかはいいと思います。削りすぎだったり、この発芽点なんかあんまり傷つけると良くないですけどね。でそのような形で綺麗にやっていきます。でここからこの種なんですが、私たちはここから腐るということがありますので、ベンレートとかダコニールの旋培液に少しだけ浸していきます。では今回はこのベンレート水和剤っていうので、この殺菌剤で旋培ですね、液を作りまして、
まあ、大体10分そのぐらいですかね、つけておきます。今回はちょっと大きいですが、こういった素焼き鉢でやっていきたいと思います。砂をこのような形で粗めに入れて、よいしょ、で次にこれ私たちのこの中砂なんですが、これまあ軽石とか、ヒューガとか、あとは川砂ですね、浅毛砂なんかを使ってます。こんなとこですかね。でちょっとこのこういった種の用土ですと少し湿ってた方がいいので、少し細これから細かめに植えていきます。ありですね。これ浅毛です。このような形ですね。で普段は私たちこれのもう一段細かい浅毛を使ってでやってるんですが、今回ちょっと新しくヒューガのショーっていうのでやってみたいと思います。でこのような形ですね。ヒューガのショーっていうのはちょっとみじんが出るんですが、水持ちはいいので、ちょっとでこのような形ですね、はい、でここで一回水を入れていきます。一回水をしっかり含ませておきます。じゃあこれでこれからここにある種を植えていきたい、撒いていきたいと思います。でこのように、これですと一つの鉢にどうでしょうね、何種類も種を撒く場合はきちんとこう整列させて、でこの種が何と何の交配だったかっていうのがよく分かるようにした方がいいと思いますね。であとはこれがまあ大体なんですが、このような形で。なるべくへその向きが同じになるように植えていきます。これからまたヒューガを軽くかぶせていきます。こんなような感じですかね。あんまりこれを深くなるように厚くかぶせるよりは、まあ、種が見えなくなるぐらいまででいいと思いますね。本当でしたら鳥の糞で地面にポンとこう置かれるだけのような種ですので、あんまり深くしない方が発芽率なんかはいいと思います。では水をかけていきます。ここでたっぷりとかけてあげてください。水がかけれたら、これをなるべく環境が変わらないような場所、そんなようなところに置いておきます。私たちですと、まあ、温室の中の風があまり通らないような場所に置いておいて、でこれですと多分一月ほどで芽が出てくると思うんですが、これで乾いたらまあ水をやる、でなるべく湿度なんかが変わらないように濡れ新聞なんかを上に置いたりする方もいらっしゃいます、はい、今6月の24日なんですが、これがちょうど3月に撒いた種が今このように芽が出てきてますね。でこっちなんかもこういった形で芽が出てきてますので、今ちょうどまあ面白い時期ですね。はい、はい、ではこのおもとの種まきいかがだったでしょうか。もしこういった情報が役立つという方はぜひいいねボタン、コメントなどよろしくお願いします。で
おもとについて様々に発信してますので、チャンネル登録の方もよろしければお願いいたします。おもとの方面からでした。ありがとうございます。